こんにちは。こんにちは。中級メガメガネネでズです。す。もうね、ジメジメはい。して大変な時期が続いていますが、ね、は早く梅雨も明けて、いろんい。はい。いなところでの被害とかもね、起こらないでほしいなっていうふうにや、は思いますほんとが。そうですはい。ね。さあ、今回、毎週恒例になってます、ダゾーンの J リーグ推進委員会企画、中級メガネズの予習復習、17回目です。まずは、何ですか？い。はい。いや、よくそんな続いてんなと思って。まあ、前回の復習からいきたいと思います。前回ピックアップした試合、ジュビロ磐田対アルビレックス新潟はでした。結果、3対2、ジュビロ磐田勝利。で、我々が挙げた3つのポイント。1つ目、本間志音をどこで使うの？伊藤洋輝、ラストゲーム。主導権はどっちが握るの？ということでしたが、この3つを踏まえ、どうでしたか？前半でちょっと決まっちゃったかなっていうところありまそうしでた。すね。そうですね。いや、水沼さんのまずあれを 聞きたいですね。主導権を握るというのをどういうふうに捉えるかかなってちょっと思ったかもしれああ、ないなるが、ほど、なるほど。別にボールを握ってるから主導権を握ってるっていうふうにも取れなかったし、要は相手に握らしといて、で、ここぞという時にこうカウンターだったり、ショートカウンターだったり、隙を作るみたいなところが、磐田はそれができてたもん、前半。だって1点目だって、まあ、伊藤の、まあ、すごいスルーパスで、まあ、3センターバックの選手がアイパスを出せるんだなっていうそうところでもちょっでと驚きはあるんだけど、ああいうスペースを見つけてすぐに出すでしょ？あれもちょっとショートカウンター気味だったじゃん。ちょっとボールのこう取り合いのとこからスタートして、やっとかちょっと落ち着かせて、パスして、そこからの流れだったし、まあ、2点目もカウンターで、まあ、大津からのクロスをルキやって、で、3点目はフリーキックの流れからでしょ？磐田としては、思い通りの展開なんだろうなっていうふうに前半思ってたんああ、で、なるほど、なるほど。当然、まあ、新潟の特徴を踏まえれば、あれだけ回されて逃げられるかなっていうところはあったと思うけど、いやいや、俺たちはこういう形で攻めるよみたいなところがちょっと見えた。ああ、なるほどそうね。いう見解です。いや、岩田はあれもできるって感じじゃないですかなるね。ほど。ああ、なるほど。そういう試合は確かにこの練習中は結構ありましたからね。自分たちの主導権っていうか、相手がボール持ってる時間が長かったりとかしても、ああいう形から点が取れるっていう、だからまあ、何でもできる系ですよね、もうあ、でまあもそうね。だね。そういうふうに考えたらね。でも攻撃のその点の取り方、速攻も、点にならなかったんですけど、最初、右に、鈴木選手をポイント使って、で、それで相手のサイドバック食いつかしたその背後のところに大津選手が流れて、で、そのクロスからルキアン選手がヘディング決めるんですけど、もうなんだろう、そういうのが自然にできる感じになってますよね、チームとして。そのどうやって幅使いながら攻めるかっていう。なんか3-4-3ですけど、大体サイドウィングバックがこう、ただひたすら上下動するみたいなチーム多いですけど、ちゃんとシャドウの選手がそうですよね。サイド裏に流れ生かしるっ方てがういう、まいね。生まあ、か大し津方、だはあからあそれ。こでなんかこう自分の良さっていうか出てきたし、山田裕樹もそうかもしれないし。そうなんですよね。ね。それが山田選手、山田、大津のこのシャドウ2人が、そういう仕事を。で、あれ別にパターンとかじゃないと思うんですよね。もう彼らの感覚的にやってんじゃないかなって気がするんですけど、だってああいう練習ってします？じゃない？そのイメージ作ったりするのには、その形はやったりはするかもしれない。そこまでのシュートの流れとか、そういう部分で。大津選手はその動きすごく多かったじゃないですか。そもそも2点目、あ、そうかな。2点目ですよ2ね。点目2か、2点点目目はです。左に流れて、2そ点目左こから、で、左足のクロス。その最初のチャンスは右に流れてて、もともと左から右に来てて、そのパス出してるのは山田選手だったんで、要はだからそういう、ちゃんとそのカウンターやるときでも真ん中からパス1本じゃなくて、一回サイド挟んでっていうような、ああいう攻め方が、だからやっぱり能力高いですよ、まあそう単だよ純にね。ね、個人の。あと後半のどうでしたか？まあ本間ションも左で結構ワイドで張ってることが多かったとは思うし、まあ途中交代にもなってしまったんですけど、新潟の攻撃に関しては。岩田は守るときって、まあ5-2-3とか5-4-1で守るじゃないですか。で、サイドから行きたくても、鈴木選手がやっぱ1対1強いから、抜かしてもらえなかったじゃないですか、もう。中行くしかないみたいな感じになってましたね。まあ、縦仕掛けても取られてる。だ鈴木選手はやっぱ1対1、まあマンシーとチェルシーの CL の決勝もそうでしたけど、サイド結局1対1で負けなければ、やっぱりなかなかもう、
袋小路になっちゃうんですよね、攻撃が。まあ、どこに行かせるかっていうのを多分チームで共有してるんだよね、うん、そうでしょうね、はい、きっとね、うん、新潟的にはこうね、多分いろいろこうあの手この手でいろんなとこから攻めていこうっていう風に感じでボール回してたと思うんですけど、まあ、なかなか開かないし勝てないし1対1でっていう。まあでも終盤にもまあ追いつい、まあ、PK、うん、ジャッジリプレイでもやってましたけど、はいはい、ハンドなのかハンドじゃないのかみたいな、見た瞬間にこれ、あ、ジャッジリプレイ来たなと見てましたけどね、これ、ね、こうやって体のところにこうなってるやつ当たるのはどうなんだみたいな、ジャッジリプレイの今までの流れでいくとあれハンドじゃないみたいなノリ、うん、まあ、そういうものですよね、うん、いやこれ手がなくてもどうせ体に当たってんだろう的な解釈で、だから手の広げ方でもこうやって行ったら畑に行ってるから印象悪いとか、こうやって行った方がいいかとかね、いろんなこと。でもあんま変わんなくないですか、こうやったって。瞬間の話だから。でもあそこはやっぱりレフリーの主観みたいなところにあるって言ってたからね。まあ、そうですよね。ね、そうですよね。まあ、あと判定は最後はレフリーの主観、はい、まあ、そうですよね。大事です、うん、あとはあの谷口のシュートすごくなかったですか。堀米のパスがもう絶妙で、絶妙でしたね。受け方ちょっとバックステップ踏んで、はい、自分の前にスペース作ってそこで受けて、うん、すぐに左足でピョンって出すっていう、あれすぐに左足ってもうあれイメージないとあれシュート、そうそう、あんなねいかないですもんね。あと谷口のターンのシュートがすごくて、ああうまかったっすね。いやでも J3 の時からでもああいうゴールよく、だから月間表彰がこれ選ぶじゃないですか、ゴール。ああそれの時も、ナリグ選手はかなり毎月のように、ああいうね。現れていたと。はい、現れてましたね。まあでもね、うん、大一番だったとは思いますけど、両チームにとって、うん、まあ、ジュビロが勝ったということで、このままの勢いは続きそうですか、どうですか、うん、いや、新潟の話になっちゃいますけど、すみませんけど、うん、あの、0-3 のまま、ずるずるいかずに、うん、結局最後、1点差まで追い、うん、ね、追い上げたじゃないですか、うんうん、あれはだから結構大きいんじゃないかと思って、結局 J2 ってトーナメントじゃないからリーグ戦なんで得しても当然絡んでくるじゃないですか。そうそう、ね、でこれだけ上位4チームが前半戦終わった段階で40ポイント以上あるんですよ、勝ち点が。ああ相当じゃないですか、だってこのペースで4チームいったら80以上で2枠争うっていうことになるんで。そうだよね、本当だよね。だって去年はだって上位2チームだけじゃないですか、多分80届いたのは。で、さらに今に、ね、追い上げてきてるから、山形とか長崎とか、まあ、町田も甲府もあって、だそういうこと考えると、これただ単に勝ち点だけじゃなくて得失点も当然これ響いてくるような争いだと思うんで、うん、あそこでこう投げずにこう1点差まで追い詰めたっていうのは、新潟にとって後半戦向けて、ね、同じ負けでもちょっと意味が違うかなっていう気はしましたけどね。バテンは伊藤博樹のラストゲームどうでしたか、うん、どう見ましたか。いや、やっぱ持ってるもの持ってるぞっていうのを見せたんじゃないですか。最初のねスルーパスはあの象徴的ですけど、まあ東京五輪のねメンバーに彼は入らなかった形ですけど、うん、速攻に入ってる選手たちとも全然負けてないだけのね ものは持ってると思うんで、うん、多分すごい本人的にはねすごい悔しい流れでだったと思うんですけど、でもこうやってもう一回ヨーロッパに挑戦してっていう中で、うん、もう一花じゃないですけどもう一回出てきて、あ、A 代表来たんだなみたいになる可能性は全然やっぱ持ってる選手だなっていうのを改めて思いました。あ、でも嬉しいですね、そうやってね、うん、バタが言ってくれるのはね。そうだよね、やっぱりずっと見ててさ、うん、それこそジュビロでもこう出て出だした頃また出れなくなった頃でまた今年ね、うん、新しい形で出てきてて、うん、でヨーロッパ掴んで、うん、すごくね楽しみにしたい選手だし、ポテンシャルがちょっとスケールがね、ですかもう大きいよね。はい、だってボランもともとボランチだったらセンターバックやって、うん、スリーバックやってウイングバックやって左サイドバックやるから、もうあのアタランタのガスペリーニとか大好きじゃないですか。あの人は富安くん大好きじゃないですか。そうですね、富安伊藤のこうスリーバックの両サイド荒らして、うん、ただ真ん中にねベッケンバーでもいれば完璧だろう。ベッケンバーないでしょ。ベッケンバーものすごい世代のギャップがありますけど大丈夫ですか。さあここからは予習ですと言いたいところですが、残念なお知らせがあります。はい、メガレーズの予習復習は今回で一旦おしまいになります。はい、はいでしょうね、完結編だったと。ないでしょうね。はい、いや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 なんかもうここまで来ましたかみたいな振りからスタートして、そもそも最初5回ぐらいかなって言われた。そうだよね、スタートがそうだもんね。はい、なわけで、はい、
まあ、この代わりといっては何ですか、何かやりますか。まあ、J1 のね、再開に合わせてというか、そこに向けて、ちょっと、あ、なんか、いろいろやりたいな、やろうかな、みたいなのはあるかなと思います。あのね、バタさん、そんな暇ないでしょ、もう。そうだよな。バタさん、多分今から、めっちゃ一緒にひたすら、はい。もう完全にオリンピックモードだよね、俺。いやー、オリンピックはね、もう大変ですよ、あれは。はい、大変だよね。いや、大変。いや、なんか、ピッチ外が大変です、もう。まあ、僕ら4日に1回検査を受けるみたいな感じになると思うんですけど。あ、マジ、はい、あ、そうなの、はい。そうだよね。うん。あ、でも観客、まあ、無観客と無観客じゃないところもあったりするから、でもそういうところでもね、うん、この間ね、初めてこう、まあ、天皇杯の試合をバックスタンドで見たんですよ、取材とかじゃなくて、はい、普通に。あ、じゃなくて、はい、でやっぱりこう普通に入っていくじゃない、はい、いろいろ書かされるわけ、あ、個人情報的なものも全部、コロナ対策によってなんか出た場合はどうだどこみたいなことを、なるほど、連絡とかね、そうそう、はい、追跡できる。で、初めて入りましたけど、大変だなってやっぱり思いましたよ、ね、うん。ああ、見る人もね。そう、やっぱりそういうの、まあ僕らはね、普段違うところから多分そういういろんな申請をして、まあ取材とか対象には慣れてるんですけど、うん、やっぱり一人一人の方がそうやって入っていくっていうのは大変だなというふうに、まあ、天皇杯でも感じましたし、オリンピックだったらもっとすごく大変になると思うし。そうですよね。はい。確かに。まあ、ぜひ、ね、はい、こういうところも気をつけてやってもらって、うん、まあ、バタヤンも活躍してもらって、うん、はい、で僕と北条さんは、まあ、僕は活躍しなくていいんで、はい、あのチームが最後までチームがね、はい、いい情報をどんどんバタヤンがこう出してもらって、お、すごいぞすごいぞすごいぞって盛り上げてもらって、はい、あれ、それも当然企画でありようんですよね、きっとね。どんどん不安になる情報を出すみたいな。いや、でもね、何かやりたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなというふうに思います、はい、ではこれで失礼したいと思います。はい、今回はありがとうございました。ありがとうございました。